9は、沢ガーデンの森は、沢ガーデンは、かつて、東京、広尾にあった邸宅であり、飲食、宴会施設などとして使われてきた建物の名称である。大正時代に作られた日本家屋と日本庭園を利用して、レストラン、宴会場、結婚式場などとして使われていたが、2005年12月を、もって閉鎖された。建物は取り壊され、 跡地に3階建て114個のザ・パーク・ハウス広尾は沢が建てられた。隣接路から見た旧は沢ガーデンの森は沢ガーデンは東京広尾の住宅街にあり鉄道官僚で後に貴族院議員や東京市長を歴任した官僚実業家中村正志公が若くして南満州鉄道総裁を務めた後の1915年自定として建設したものである。 起伏に富んだ東南斜面に位置する約1万平方米の敷地には2階建ての本館のほか、離れ、茶室などが配されていた。本館は大正時代を代表する日本建築であり、庭園の見事さでも知られた。武家屋敷のような木造和風を基調としながら洋風の応接感や暖度を取り入れるなど和洋折衷の様式が特徴であった。 中村は1927年に死去したが、その後邸宅の所有者は何代か、代わり、太平洋戦争での日本の敗戦後には、連合国軍最高司令官総司令部関係者を、もてなす、宴会場としても使われた。1947年、食肉業者、檜山商会の創業者、村上定一が妻、幾野の名、森美恵子の新居にするため、 台湾での植民地事業で財を成した実業家高級新太郎から285万円で購入、村上家の住居とする。1950年に行くのが株式会社は沢ガーデンを設立し、火山から借り受ける形で料亭としての営業を始める。はざわガーデンは将棋や囲碁の名人戦など数々の名勝負の舞台となったことでも知られ、とりわけ将棋名人戦では、 しばしば第一局の会場となった。名人戦の際には、離れに名人が、茶室に挑戦者が宿泊するという慣例があり、昭和30年前後にかけては、将撃士、大山康春と、増田光三がここで名勝負を繰り広げたほか、以後でも、長智君と、小林光一などの名人戦が行われた。1994年に株式会社火山から、当時の経営者、森に、 明け渡しの訴訟が起こされ勝訴するものの、6年後に和解。2000年には大掛かりな改装工事が行われたが、名人戦の舞台だった本館の日本館が洋間となったことで、囲碁や将棋の対局の開催は減った。一方で、落ち着いた日本家屋、日本庭園としての高い人気は維持され、洋風レストラン、結婚式場として人気を博していたが、土地、 建物の所有者である株式会社ひ山と羽沢ガーデンとの契約終了に伴い2005年12月18日をもって営業を終了した。旧は沢ガーデンの門契約切れの際には今後の利用法は未定と報じられていたが2007年夏ここに地上3階地下3階のマンションを建設する計画が明らかとなった。計画されたマンションは 三菱地所によるものであった。これに対して、ハザワガーデンの邸宅には文化的価値があり、また、庭園の緑による景観は保全される必要があるとした近隣住民らは同年10月、渋谷区に開発許可の取り消しを求める行政訴訟を行った。さらに、東京都に対しても建築確認を認めないよう訴訟が起こされた。また、詩人、 大岡シニ東京芸術大学名誉教授、前野正浦文化人は、翌年10月に、羽沢ガーデンの文化財と景観を守る会を、結成、文部科学大臣、川端達夫と面会して、ガーデンの重要文化財指定を求めたり、ガーデンの魅力を伝えるイベントを開催するなどした。同会の発起人には他に、文学界から辻井隆半藤和都加賀乙彦、黒井千寺、 三戸正弘、道浦元子、芸術界から、佐野類、佐藤一郎、建築界から西村幸夫、小島勝恵、法律界から園部逸夫、淡路武久、経済学者、寺西主義地、元連合会長、和潮悦也、将棋観戦記者、安嶋公平らが名を連ねている。これに対して、土地、建物を所有する、食肉販売業者、日山は、ガーデンに、 文化的な価値はなく、予定通りに資産活用を行うとした。住民が景観利益を根拠に提訴し、それが認められた判例には2006年の国立マンション訴訟などがある。訴訟中には、環境と文化を争点とする訴訟としては初めて、裁判所が現場検証を行い、2010年10月には現場を裁判官が訪れ、 原告被告双方の関係者立ち会いのもとに現場検証が行われた。これについて2011年10月から翌年5月にかけて解体工事が行われた2012年11月、建物の庭にある樹木84本を保存して、新たに約110本植樹や暖炉や床の間の棚など解体した建物の一部と灯籠、敷石、違い棚、暖炉などを保存し、 マンションの中や外に設置することで反対グループの理事だった前の正る名誉教授は解体は残念だができる限り保全することを合意することで訴えを取り下げたことが報じられた。マンション内部に松の間の床の間を庭園が再現されることも決まった。反対してきた住民側は宮廷の歴史や文化が新しい建物に記憶される。都市開発が進む中、 都市のあり方を問う新しい試みになる。と評価した。2014年に完成予定のマンションの庭、敷地と書斎にあった暖炉を再利用、玄関に入ると見えた中庭も敷地内に作られると報道された。建物自体は、ほとんどが取り壊され、赤松、市、木穀などの既存からあった樹木を保存しつつ、銀南紅葉、 山桜などが新たに建物周囲やすべての屋上に植樹されたザ・パークハウス広サ沢として販売、受講亭、駅林亭、敬遠亭の3つの棟からなる倉庫数114個の高級アパートメントになった。それぞれの棟に囲まれた空間には外部からは覗けない緑豊かな中には水力園がある。プライベートガーデンには建設前からの樹木を移植したほか、 両帝時代からの灯籠も設置されている。エントランスは敷地内でかつて使われていた石畳や形石があしらわれら。エントランスを通り抜けると大廊下の奥に進むとエントランスホールの中央にラウンジスペースには両帝時代から受け継がれた暖炉が置かれている。営業名もそれまでのハザワガーデンからザ・ハネザーガーデン東京に変更となった文化財保護法による 重要文化財に指定されると、開発に許可が必要となる。ありがとうございます。